我が輩は一口馬主をやっている。小暮か。初出走から早11年。ノウハウも溜まってきたのでリアルな成績や収支を公表したいと思う。今年からは一口馬主ネタも増やしていこうと思う所存。出資馬の成績を見ていって最後に勝ち上がり率とかを見ていきましょう。一口バブルな時代だからいいタイミングね。さてウプ主が入っているクラブは3つね。そうです。レッド軍団の東京サラブレッドクラブ、ノルマンディーオーナーズクラブ、YGG オーナーズクラブですね。ノルマンはデアリングタクト、YGG はドライスタウトやスウィープフィートがいるな。そういうことなんよ。ちなみに出資基準は馬体やサイズが6、血統2、厩舎や生産者が2みたいな比率です。価格は安ければ良いですが、いい馬なら突撃するタイプです。さすがに何十万も出せませんが。素人が馬体なんて見れるのか？マイレースパドック見てるのと馬体の本も2冊読んだので予習バッチリやで。ところでシルクやキャロットじゃないの？よく聞いてくれました。私が入ったのが2012年から2013年にかけてのことですが、シルクはノーザンとのパイプができたばかり。今思えば入るならこのタイミングだったんですが、当時はトーサラも成績が悪くなかったんですよね。2011年は重賞を6勝してますからね。イタリアンレッドとレッドデイビスが3勝ずつだったんだけど、2等かよ。東サラはバイヤー系ですから選択肢が多かったんですよね。それでいて抽選に落ちることも少なかったですから、大手のように競争が激しくて狙いたかった馬を取れないのは避けたかったというところですね。まあ資金力的にも東サラが妥協点といったところですな。ふん。初出資当時の2012年はブラック低賃金の会社で働いてましてね、給料13万とかでは1頭しか買えず、それが初の出資馬レッドベロッサです。デュランダル産駒の牝馬で、まずは一口馬主を体験しようというコンセプトで買いました。ぶっちゃけると余ってそうな感じの血統だな。その通りで人気なかったですし頓挫していましたね。今の基準ならまず出資しません。デビュー戦は本当にワクワクしましたね。阪神まで応援に行きましたよ。2戦目の中京の未勝利戦も大阪から見に行きました。今なら絶対行きません。背中がすすけてるな。結果は4戦全敗でした。これはまあ許容範囲内でしたよ。ほろくデビューだな。2世代目からは初勝利を目指してまずは丈夫な馬をというコンセプトで、名将サムソン産駒のレッドブルックに出資、2歳夏にデビューして3歳には初勝利を挙げました。しかも当時の2着馬はネオリアリズムでした。2頭目で初勝利、いい思い出だな。もう1頭はレッドロザリーという牝馬、良血でしたがデビューが遅れました。しかし未勝利で3着と時間があればというところでした。3世代目はお金がなかったのか1頭のみの出資、これまたサムソン産駒のレッドソロモンでした。これは大当たりでして、デビューは6月開幕週の阪神の新馬でした。3歳の未勝利を勝って若葉 S では新狩り人気で勝ちました。その後怪我もあったんですが、秋には竹豊で菊花賞に出走しました。友人の結婚式の帰りにダッシュで見に行ったのは良い思い出です。ちなみに友達の生産馬も出走してたんですが、共に惨敗の菊花賞でした。晩年は盛岡まで応援に行きましたね。盛岡競馬場に行ってみた動画もぜひご覧ください。このペースで行くと長くなりそうなので飛ばしましょう。思い出が蘇りすぎなんだぜ。4年目は牝馬のレッドミュールを出資、台はメジャー産駒のスピードタイプで1400で走ってくれそうと思ったんですが、特に見どころもなかったですね。この時点で牝馬は3頭未勝利だな。てなわけで5年目は5馬2頭に出資、カジノドライブ産駒のレッドオーガーは馬体に惚れて出資、3勝クラスまで出世しました。失明で引退したのが残念でした。口取り式に出たのはこの馬が初めてでしたね。東京競馬場の地下通路を上がる瞬間がたまんねんですわ。これは成功と言っていい部類だな。スタートはめっちゃ早かったわね。もう一頭はレッドラーダム、母は重賞を勝ったアブネスラズベリでした。芝マイルと思いましたがダートの2勝利で頑張った1頭でした。これは勝ち上がれずだな。6年目は今度こそ牝馬でというところで、馬格のあるオルフェサンクレッドゼノビアに出資、2勝利で引退しました。くさ、地方でボロ雑巾のように走ってたのが何とも言えないところでした。105戦手。もう1頭はルーラーシップ産駒のレッドオールデン、ソボチャンシー複合からはアグネスデジタルが出ている血統、藤沢厩舎で馬体も気に入りまして出資しました。こちらは頑張りまして1勝クラスの特別で2着がありました。怪我でたびたび休んでたから実質マイナスか。2勝利でちぎった時は夢を見ましたね。1番人気は5回あって全敗でしたから人気先行型でしたね。7年目は今度こそ牝馬でというところで、牝馬はやめとけ。出資したのはレッドスパーダ産駒の牝馬レッドルーブルです。レッドスパーダの産駒かマイナーだな。こちらは育成の過程を見てから出資しました。余ってたってことだな。結果は3勝クラスまで出世しました。これは見事な稼ぎっぷりでした。牝馬での初勝利はこの馬でした。随分かかったわね。もう1頭は社大育成で2万円、安すぎて不安になるレベルだったレッドルーナに出資、2勝利で引退しました。血統も悪くなさそうだったがな。ここまでが遠さら一本足打法時代です。安い馬で揃えてるけど悪くないわね。レッドソロモンの活躍が大きいところだな。一方で走らない馬は全く走らないという感じだな。そういうことですな。
さてレッドソロモンで甘い汁は吸いましたが、このままではと思いまして、8年目からはノルマンにも出資しました。きっかけを探っていたのですが、いい馬がいました。それがバンクオブクラウズというドマンです。おお、そこそこ有名なやつ来た。バンクオブクラウズはロージズインメイ3区、ユードマンはフリオーソ3区か。バンクはオープンまで出世してダートの交流重賞で活躍、名古屋大賞典、マーキュリーカップ2着があります。安定感のあるタイプで安心できましたね。しかしながら負荷感を痛めて1年4ヶ月ほど休みましたが、再発して引退しました。悲しすぎる。名古屋競馬場まで応援に行ったな。名古屋競馬場に行ってみた動画もよろしく。旧名古屋競馬場だったわね。ユードマンはどの程度走ったの？こちらは2勝クラスまで行きました。ダートの長距離向きでずぶかったですね。今は難関でたまに見かけます。この前かしは記念に走ってましたよ。ノルマンの馬はどちらも2万円台で結果が出たわね。この辺から5馬の知識順は大丈夫そうかなと感じました。で、この世代の東サラは2頭とも2勝利でした。ズコ。そして9年目、ここらでまた洗礼を浴びます。ノルマンの安すぎるヒーバラストアプローズは勝ち上がれずでした。しかし調教師が特別出走の賞金を狙って小銭を稼ぐと、なんと馬代金を回収寸前まで行きました。これはお見事としか言いようがありません。東サラのウルフェ3区のレッドアストラムは能力がありましたが、故障で引退しました。2勝利ではゼファーラジエルの2着だったのね。1勝クラスでコツコツくらいはやれたかなと思います。そして真打ちはディープ3区のヒーバルージュアユール。お、ディープ3区、随分張ったな。身寄りもないので出資できるようになりました。悲しいよ。こちらは新馬勝ちでワクワクしたのもつかの間、それが最後の勝利でした。この兄弟は馬体をよく見せるんですが、騙されましたね。お前の目が節穴だっただけでは。おとなしさんも言ってましたよ。ヒーバは馬体見てもわからんって。くさ。もう一頭もルージュミステールはデビューできませんでした。つくづくヒーバ運がないな。いよいよ10年目になりました。ここで一度勝負をかけました。前の年も勝負をかけてたのでは。うるさいですね。まずはヒーバから紹介しましょう。ノルマンのキンシャサ3区ステラレリアとカナロア3区のルージュ X です。さあ結果は ?2 勝利で引退しました。地方では勝ってるのでまあね。ファンド解散後なんですが、それは。そして真打ちはこの馬。レッドモンレイブです。トッチ15万かつ最優先指定の抽選に通りました。動画の動きがとんでもなくよく見えたので出資しました。メス系はダイナカール、エアグルーヴの品系ね。父はカナロアカソヤタカイは昨年の慶応杯勝ち馬です。ここで初重賞制覇なのでした。マイル G1 でもそこそこやれてるし、まだ楽しめるな。この12年を噛み締めたいと思います。11年目は3頭ノルマンのブラチェレステは虚弱で引退。ビーチパトロール3区のダイヤモンドビーチは1勝クラスでぼちぼち頑張っています。こちらはタフに走ってくれればそれで OK です。ヒーバはドレゴン3区で、母は重賞勝ち馬のルージュエストリアがいます。1勝クラスでも目処が立ったのですが、体質の弱さがネックです。まだまだわからんぞって感じの2頭だな。ノルマンではプラティクレールというロージズインメイ3区のヒーバに出資、地方で出戻って1勝クラスで2着が3回あります。休み明けで買いましょう。スカウトダメなタイプなんだな。ヒーバはやっぱり癖が強いですね。12年目の現3歳世代から YGG に入りました。入会キャンペーンに見事に振られましたね。あれはサービスしすぎですよ。お見事。いい振られっぷりね。YGG からは4頭も出資してしまいました。まあ安いもんな。まずはヒーバのドレフォン3区ドレアンティアです。これはシゲル軍団のヒーバだったんですが、いろいろあって流れてきました。使いながら調子を上げて2勝利3着まで来たのですが、骨折で療養中です。悲しい。2頭目はキンシャサ3区のフォルトバージです。これは聞いたことがあるぞ。3歳7月時点で12戦も走っているタフボーイです。すでに資金も回収済みです。ホープフル S にも出ていたわね。ダートか芝か悩ましいですが、1勝クラスならチャンスはありそうです。もう1頭はリボルトバレット、ラミ3区のボバです。馬角あって動きも良かったのですし、これはいい感じです。新馬戦は強気の天候で3着。相手はウィンドボールとアムールドパリでしたからね。このレースからは7頭くらいが勝ち上がってます。まあ骨折したんですけど。そこ、これまた復帰待ちです。3歳未勝利に間に合うかというところです。もう1頭はリナリアというアメリカンペイトリオットのヒーバです。これは未勝利4着こそありますが、勝ち上がりは黄色信号です。ふむふむ。ノルマンはヒーバのヘニーヒューズ3区のミシェットがいます。ヒーバ2着から失速して地方で立て直しを図っていますが、中央では厳しいでしょう。東サラはヒーバが3頭。またヒーバかよ。仕方ないでしょう。ヒーバは安いから目につくんですよ。東サラの3頭は未勝利です。ゴールデンコーン3区のルージュロイドは気象難が災い、芝2点とかかなと思ってたらダートの短距離ばかり使われ骨折。より伸ばして2勝利でワンチャンあるかというところ。里のアラジン3区のルージュオニックスは新馬以来走っていません。新馬はジャスティンパレスやヘデントールと走りました。見どころはあります。ルージュベルベットは頑張ってます。馬体が減りがちですが、5、3、3、2着とあと一歩が続きます。2勝利の期間で勝てるかどうかだな。さて最後は現2歳世代です。さすがにもうヒーバは凝りました。まずはノルマンのヒーバよりです。
ぶん殴るぞ。本命はボバだったですが落選しまして、こちらは通ったんですよ。イスラボニータンロージズですから芝田の1409点で小銭稼いでくれますよ。そして東からはボバ3頭、これまたイスラボニータ3区のレッドソニードです。気象が心配ですが動きはいいです。パワフルな馬体に来れました。日和とともに今週の福島でデビューです。指導が早いわね。東からはリアルインパクト3区のレッドシトラールもいます。これは余っていましたが近況を見て必死しています。まずまずやれそうです。秋デビューでしょうか。この世代の真打ちはエスパネーや3区のレッドギフテッドです。母はユズキナでルージュスエルテやレッドジェネシスが上にいます。東からの溶血だな。ここまで順調で小倉デビュー予定だったのですが頓挫して秋デビューを目指します。すみません、牝馬も1頭いまして。いるんじゃないかよ。アメリカンファラオ3区のルージュネアートです。こちらはムチムチボデーでダートで稼いでくれるでしょう。YGG からは激安の名称ボーラー3区の気候馬工場ブラグ。6月生まれでもう2戦しています。使いながらレースを覚えてくれれば OK です。もう1頭はニューイヤーズデー3区のロッソビーノです。こちらは、7月3日に足元がモヤモヤしたんですが、7月20日に感染症で亡くなりました。本当にね、耳に水でした。あっという間に、悲しいな。故障してその場に引退を告げられるのは競馬あるあるだものね。以上、駆け足ではございましたが、実馬の紹介でした。順調にいかないものだな。牝馬を見る目がないわね。牝馬は難しいですね。気象もそうですが、一定時にあった馬体重がどんどん減ってきたりね。私の場合は牡馬に比重をかけるのが良さそうですね。ところで収支はどうなんだ？馬代金は50万ほどプラスで回収していますが、まあ買い入と維持費で余裕の赤字ですわ。回収率はざっと 50-60% 前後かなと見ています。厳しい世界だな。しかしながら相場の育ちっぷりに一喜一憂できる趣味ですから楽しいですよ。死ぬまでに G1 は勝ちたいところだわね。というわけで今回はここまでです。一切の趣旨とかも今後話していければと思います。チャンネル登録と高評価もお願いします。普段は競馬ゲームの実況をしているぜ。そちらもよろしくね。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。